おっとろっとっとらだぜってことで、最近ね、あの、後藤真希さんの弟さんがね、よく露出してる気がするので、まあ、おとっと夏だぜが、えー、流行りそうなんですけど、まあそれはいいとしてですね。今日は3月の購入品紹介ですね。最近皆さんこう洋服買ってますかちなみに僕は全然欲しいのがなくてですね。 ええー、まあ、ここ1年ぐらいで一番洋服買ってないかもしれないです。今月に関しては。で、逆に何を買ってるかというと、スニーカースニーカーをちょいちょい欲しいものとかがあって買ってるんですけど、まあ、言うてもね、言うてもそんなに出かけるわけでもないし、まあ、いらないんですけど、スニーカーも。まあ、今日はまあ、靴中心になっちゃうんですが、えー、買ったものだったりとかを、えっ、ー、と、紹介していこうかなと思っております。ということで、早速、 行ってみようふあ r ふあ o u はいということでまず最初はイージースライドですえー、イージースライドね黒ずっと前からリークされてたんですけどだいぶ経って出ましてなんか最近いきなりアディダスの抽選始まったりとかするんで気づかなかったりとかしたんですけど抽選で外れてプレゼンで買いましたで定価が1万円ぐらいだと思うんですけど1号ぐらいが今ちょっとまた高くなってるみたいなんですけどえー、購入した ねえですねまあ、履き心地とかよく聞かれるんですけど、まあ、僕はめちゃめちゃ履きやすいので本当前履いてたやつとかはずーっと履いてますねコンビニに行く時とかに超便利ですでまあシュークとかに合わせてもそんなに違和感ないですし、まあ、外しみたいなので合わせたりとか、まあ、黒は何だかんだ合わせやすいので,で今まで出てた色とかはんべんみたいな色とかなんかチョ,コチョコレートみたいな色とかそういう系だったので、まあ、やっと出たかって感じかなと思います はいまあ、おすすめなので、ぜひ、えー、サンダル、なんか欲しい人いったら1万円ぐらいなんで買ってもいいんじゃないかなと思うサンダルでございます。ということで、次,はい、次はこちらです。まあ、知ってる人いるかな、結構前のスニーカーなんですけど、本当、YouTube 始めた時ぐらいに紹介した動画があると思うんですが、えー、ナイキやアトレーナー、ビクタ・ークルーズっていう NFL の選手のモデルなんですよね。 で、えー、その4年前持ってたカラーリングとは違うやつを、えー、と最近購入しましてあれ自体をだいぶ前に売っちゃったんですけどまた最近履きたいなと思って探してたんですよで探しててもなかなかサイズもないし色もえっ、ー、とね何色出てるんだっけマッサのやつと、えー、ブラウン系グレー で前紹介したやつこれって感じなんですけど、まあ、青とかなんか変わった色はあるんですけど、さすがに真っ青履かないしなと思って、まあ、探してた色の同じ、自分のサイズが、ね、見つかったので購入しましたという感じです。で、価格ももう定価以下かな ?1 万2000円ぐらいになってたので、えー、まあ全然ありかなと思って買ったんですが、またエアトレーナーもね、トラビス・スコットのコラボとかの関係もあって、 また復刻したりとかしたらね、復刻っていうか、最近全然日本出てない人ね海外だけ少し出てるの見たりとかしたんですけど、えー、そのくらいしか発売してないってイメージで、あの出てないので、なんか盛り上がりそうな気はするんですけど、はい、まあ僕はずっと探してたので、まあ書いてよかったかなという感じです。まあベルクロになってるのがいいですね。僕、ベルクロ結構好きなんで。で、履き心地も結構良くて、はい、スニーカーとしても、まあ、黒白なので、まあ何にでも合わせやすいかなということで、はい、今年の夏は。 履こ、ね、うかなと思ってる1足ですはい、ということで、次、はい、こちらですね、えー。前回のね、2月の購入品紹介の時に、まあ、あるスニーカーを加工していただいてますみたいなことを話してたと思うんですけど、まあ、それで出来上がって送ってきたのが、このダークマリーナブルーを、えっ、ー、と、ヴィンテージ加工してもらいまして、まあ、これ、フィルム貼ってるんですけど、こちらが、はい、外しても、紐ももいた状態ですね。 まあダークマリーナブルー自体がまあオリジナルのカラーではないんですけど、あえてそれをヴィンテージ加工にして履いたら面白いんじゃないかなと思って、えー、としていただきました。まあ、誰にしていただいたかっていうと、まあ、オフファイトのイベントとかでもね、そういう,こうヴィンテージのスニーカー加工をしてるのを、なんていうんですかね、エキシビジョン的な感じでやってた方が、えー、とユナイト・アローズ・サンズの堀さんって方がいるんですけど、入院もやっていただいて、この前のエアマックス・デイの時も、 まあそんな感じでね、自分のそのデザインしたやつを、えー、紹介してたりとかしたんですけど、まあ、芸能人の方っていうか、まあ、有名な人とかだと、それこそ小木さんとか、ジ、えー、G、ピザベビーさんの、えー、スニーカーの格好とかもやってる方なので、ぜ、ま、ひ、あ、ね、まあ、インスタグラムイ見た方とかは調べて見ていただいたらなと思います。やっぱこういうところがすごいですよね。もうつま先の部分とか。結構これだけでもやっぱ雰囲気出るので、自分じゃ絶対できないですからね。僕、手も不器用なので、はい。ぜひ。 こういう格好興味ある人とか、まあ、古着とか着る人とかはねなんかこうピカピカの感じって嫌いだと思うんですけどこれぐらいにしたらなんか今っぽいスニーカーも雰囲気出て、まあ、いいのかなと思いますということで、えー、また次、えー、アパレルかな次はアパレル紹介していきたいと思いますはい次はっアパレルこちらですねっリベレダスのアロハシャツです、えーまあ、僕の、えー、セーフショップでも取り扱ってるんですけども もともと色味が3色あってグレーベージュこの色っていう感じであるんですけど、えー、僕のウェブではこ,っち,のこちらの色しか、えー、と仕入れてなくてですねでーまあ春夏なのに結構重いのばっかり着てるなっていうのがあってたまにはこういうね爽やかな色味も買おうかなと思って買ったものとなりますでグラフィックがねこういう魚だったりとかなんかテントだったり富士山だったりっていう,こうアウトドアテイストなものが可愛くグラフィックとしてありまして えーま、着心地もいいですし、値段も、はい、アロハシャツにしては、比較的に安いと思う,思うので、1万8700円、ぜひ、えー、一番最初の、ねえー、アロハシャツに調整するのに、ま、着やすいんじゃないかなと思います。ま女性とかにもなんか人気そうかなと思ったんですけどで、リビリダスに関してはね、僕のとこも、えー、と先月か、タイガーカモとダメージカーゴを入れてたんですけど、あれも結構、数れてたんですけど、全部売れて、今はもう T シャツのみになってるので。 まあ、ぜひ、えー、もうそろそろ暑くなってくるので、まあ、この辺も、えー、チェックしていただけたらなと思います。ということで、次、あえー、本当に T シャツこの2枚ぐらいしか買ってないやつだとこれと、まずこちらですね、えー、ハーレキ、両面プリントなんですけど、はい、僕が動画で紹介したやつも、片面のやつで、えー、もう1万円超えててびっくりしましたね。ちょっとの間になんか値段高くなってて、で両面でかっこいいやつでは少ないんですよ、今。 なので今のうちから集めとこうと思って、えー、と購入しましたサイズももちろん XL ですねちっいサイズは多いんですけどでもう一つも、はい、こちらです、まあ、バリエーションがいっぱいあってねよくわかんないですけども2000年代とかも結構値段上がってきてたので、はい、買うんだったら今年じゃないかなと思ってますただなんか流行りそうですしね若い子の中でも <laughs> ハードロックカフェの流れで <laughs> 次はもうハーレーティーが量産だっ,たって言われるかもしれないですで僕はですね、まあ、ヴィンテージティーに関してはバンティーラップティーはもう全然集めてなくて、まあ、ポップアップとかに持っていくんですけど、まあ、無地ティーだったりとかを着ることが多かったのでまだちょっとねグラフィックものとかあーもまたハーレーとかを集めようかなとは思ってますということで今回紹介したのはスニーカーと、まあ、アパレルね今紹介したのとあともう1個本で買ったものがあって これですね。知ってる人いると思うんですけど、昔のジョーダンとかアパレルがまとめられた本があるんですけど、これも元々電子書籍で買おうと思ったら、なんか買えなくなってて、えー、本で買いました。5500円ぐらいするんですけど、結構ね、中身まだ見てないんですが、まあ面白そうなので、好きな方、ヴィンテージとか好きな方はぜひチェックしてみてください。これも URL 下買えるやつ貼っておきますね。興味ある人いると思うので。はい、ということで、今日は、 え総額いくらぐらいだ多分、まあ、加工する値段とかも合わせると10万円ぐらいかなって、うん、うん、かなと思いますので、えー、またね、えー、最後告知はしますけど、ポップアップとかも決まってますので、遊びに来ていただけたらなと思います。最後ですね、告知になってしまうんですけど、まあ、LINE から、まあ、あのお誘いを受けまして、えっと、LINEBOOM っていう、えー、TikTok みたいなやつがね、LINE の中にあるんですけど、そちらを投稿させて、えー、もらうことが決まりまして、 今まで LINE アットってやつはやってたんですけど、全然動かしてなくて、今も500人ぐらい登録してはくれてるんですけど、今後まあそれも絡めつつ、LINE ブームの動画も投稿して、また TikTok とかはちょっと違うまた動画だったりとかを今後出していこうと思ってますので、ぜひ登録していただけたらなと思います。まあ、QR とか、下に URL も貼っておきますので、で、今日の動画見ましたよっていうのを、LINE 送れるんで、僕の方では見れるんですけど、送ってくれた方に、まあ抽選で3名ですね、に、 まあ福袋みたいなのをプレゼントしようかなと思ってますので、ぜひえ今日からえ土日月、火曜日の日付変わる手前ぐらいまで募集して当たった方にはえそこから個別で LINE 返信できるので、 えー、福袋プレゼントキャンペーンっていうのをやっていこうかなと思います。えー、その他には、まあ、5月にねまたプラグ大阪の方で、えー、ポップアップっていうのも決まってますので詳しい日にちとかが決まったら、えー、こちらの方で紹介、えー、もしていこうと思いますので是非よろしくお願いします。ということで,で今日は動画ありがとうございました。バーイ。